ら。やば。グロいって。けどまあまあ余裕やな。今日やってきたところはキャンプ場ではありません。ここは自己所有の山林になります。最近購入したんですけど、先を見越して避難所とか、あと住みとか、あとはキャンプ場、チェーンソーの草刈り機で初めて使います。僕充電チェーンソー6個ぐらい持ってるんです。災害時とかもしもの有事のために隠れ家的な避難所にしようと思ってるんですけど、あと野営場とか旅の途中に寄ってもらって一晩過ごせる野営場やね、あとオフロード車用の急勾配コースとかを作って楽しんだりとか、1時間1000円ぐらいで、まあやっぱ2時間1000円ぐらいか、そのくらいで開放して遊んでもらったりとか。ここは車通れそうやな。何箇所か聞いてきたらそこそこ奥行けるな。待ってやんたとき、あんたらここ来たらうんこせえ。やっぱハイラックスはこういうとこが似合うな。現状は草ぼうぼうやから、これを刈りまくって木も切り倒しまくってユンボ入れてオフロードコースを作っていこうかなって思います。 でもこれ降りるんだいぶ怖いな。ちゃんと道作らな、車転がんでな。うわでもこれだいぶ切らなあかんやんか。こんな感じの山林なんですけど、ちょくちょく動画上げていきますんで応援よろしくお願いします。これ何焼き鳥丼じゃん、ほら。え？親子丼じゃん。じゃあ焼き鳥丼やろ、これ。よかったな、いいのほら、作ってもらって。とりあえずここを車で通れるでしょ。いや、最後や。おお。よし。まあまあ仕事してくれるやん、これ。ほんまに。これも仕事してくれるんだけど。手動や。手動やんか。うん。お前すごいな。
これだ。たまらんわ。それえぐい。ようそれ取ったな。だからこれで奥で、奥まで車行けなかったな。うん。疲れたな。この、うん、なんちゅうのバッテリー、うん。いるな。バッテリー道具がすごい役立つな。万能やな。三輪ちょっとぐらいだったらいけるで。買いたくな。あのおっさんに惑わされんで大丈夫。うん。